では、スタジオにウェザーニューズの気象予報士、甲斐孝弘さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。え、今日は冒頭からお伝えしていますように、台風十一号について解説してもらいます。はい、お願いします。ますはい、では、十一号、現在の様子を見ていきますと。はい、非常に強い台風十一号は石垣島の南の海上にありまして。北西に時速十キロで進んでいます。 この後もですね。比較的ゆっくりとした速度で北上していきまして、明日から明後日にかけては沖縄の先島諸島付近を通過していく見込みですその後も非常に強い勢力を保ったまま北上して5日午後3時には東中へ抜け、その後は進路を東寄りに変えて、朝鮮半島付近へと向かっていく見込みです。 九州には非常に強いまた強い勢力で近づく恐れがあります、うん、来週の月曜日から火曜にかけては荒れた天気になる恐れがありますので注意が必要ですそ,そして今回はです、ね、この九州の西側を台風が近づいてくるということで危険範囲に入るということになりますのでより風が強まる恐れがあります、はい、危険範囲というのはです、ね、台風本体の反時計回りの風に加えて北上する 強さ、えー、風も強、えー、加わるということでより右側では風が強まる傾向にあるんですね、はいはい、え今回の台風11号は、えー、九州の西を通過していきますので佐賀県ではかなり風が強まる恐れもありますので注意警戒が必要になります、はい、あの繰り返しになりますが九州北部に近づくとすれば、はい、来週の月曜日、そして火曜日ということと、ねはい、ということになりそうですね。はい、はい そして風速、ですね最大瞬間風速現在60メートル近い風が吹く恐れがある状態なんですね、はい、それがどれくらいの威力か見ていきますと、まあ、走行中のトラックであれば横転、それから鉄骨の建造物が変形、まあ、電柱や街灯が倒れる恐れ、まあ、そういった風が台風の中心では吹く恐れがあるんですね。ね先ほどの予報円で見ると、まあ 予報への右側を通れば佐賀県にもより近づきますのでこれに近いような風が吹く恐れがありますので来週の月曜日から火曜日にかけてはなるべく外出を避けて安全な場所で過ごされるようにしてくださいはい。え、はい、そしてこの週末のうちに私たちは何か準備しておけることがあればお願いします、はい、はい。台風への備えなるべく早く済ませておく必要がありますはい。まず風に対する備えですけどもまあ、飛ばされやすいものは室内に片付けるようにしてください また自転車など倒れやすいものはまロープなどでしっかり柱などに固定するようにしてくださいえそして台風が近づくにつれて大雨の恐れもありますので家の周りの速攻排水口の掃除などはなるべく明日午前中雨やんだ時間もありますので、うん、えそういった安全な時にまだ、えー、行うようにしてください、はい、そして風が強まることによって停電の恐れもありますのでま懐、あ、中電灯やラジオ そして携帯の充電、モバイルバッテリーもしっかり対策を行うようにしてください。はい、そして大雨と加えて風も強まりますので土砂災害の恐れもあります。えー、早めに離れるようにしてください。はい。えこの今回の台風の影響なんですがどのくらい続きそうなんでしょうか。はい。えー、週間予報で。 週末の天気で見ていきますと、明日の午前中はまだ雨が止んでいる状態で、まあ、風もそこまで強くありませんので、なるべく明日の午前中のうちに、まあ、台風への備え済ませておくといいと思います。えー、日中から、えー、そして午後からですね。夜にかけた、断続的に雨が降る可能性があります。 そして日曜日はまあ曇りマークになっていますが大気の状態不安定ですので急な雨あらゆるにご注意ください。そして日曜日は風が強まってきますのでまあ公共交通機関など影響が出てくるかもしれませんのでまあ交通情報にも注意をする必要があります。そして週間予報を見ていきますと、はいその月曜日と火曜日はえ台風の進路そ,それから勢力によってはまあかなり荒れた天気になる恐れがありますのでまあ今後も台風情報は 最新の情報を確認するようにしてください台風が過ぎた後は晴れ間が戻ってきそうですのでえ来週の火曜日にかけては台風への備えそれから台風情報をしっかり確認するようにしてください、はい、えここまで海さんに台風情報を伝えてもらいました